皆さんこんにちは、ステップ堀田です。今日はですね、こちら川崎の W400 をレビューしていきたいと思います。いや、 W400 って皆さん珍しくないですか？ W といえば800とか650とかね、まあ、そういうのをイメージしちゃうんですけど、なんと400っていうね、街中で走ってんのなんか最近ほとんど見たことがない気がしますよね。これね、マフラーもね、こうこれキャプトンタイプっていうんですかね、太くなってて最後出口が細くなってるっていうね、特徴的なマフラーの形状をしてますよね。またこの黒いボディにこうメッキのフェンダーとかね、メッキパーツがこう随所に使われてて、すごくおしゃれな感じがしますよね。であとこのシートのとこ見てください。これここがキュッとこうね、こう切れ込んでるんですね。だからこれね、多分ね、足つきはね相当いいと思いますよ。またがってみますかね。はい、もう余裕ですね。私177センチあるんですけど、もうこんな感じ、もう余裕のよっちゃんですね、これね。ハンドルの位置もいいですね。すごく自然な感じで、すごく乗りやすい。まあアメリカンとは言い過ぎですけど、もう本当にアップハンドルでね、ステップの位置も非常に自然な、疲れなさそうな、いいポジションだと思います。まあダブルといえばね、このエンジンですね。このバーチカルツインエンジンというね、特徴的なエンジンです。これがあのカムシャフトのこれ棒にこうなってます。まあバーチカルツインエンジンでね、まあ800だと結構どこ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 ね、鼓動感あるような感じがするんですけど、果たしてこの400でどれぐらいのこう鼓動感があるのかないのかとか非常に気になるんで、この後ぜひ乗ってですね、その辺を確かめてみたいと思います。はい、ということで川崎 W400 に乗っております。いやー、すごくね、このバイクね、楽ちんでね、楽しいバイクですね。これお座敷にいるようかのような超快適、すごくね、このツインエンジンがねスムーズに感じますね。音がすごく静かなんで乗り心地もいいですね。逆を言うとこうパルス感みたいなもの、やっぱ軽くは感じるんだけど、なんかタッタッタッタはあんまりこう感じない平和な感じで、これはもう長距離行っても楽ですね。でこの W400 のタンクってちょっと絞られてて、そこにこうタンクパッドが左右についてて、そこがね出っ張ってる分ね、いいグリップしやすいバイクですね。これ本当に自然体、何の気負いもないんだよ。今日はバイクに乗ってみたいな感じ一切なく、スッとこう毎日乗りたいっていうような感じのバイクですね。これでメーターがハンマルのアナログメーターで、非常に心理性も良くハンマル2つが、並んでます。まあでもさすが400だけあって、トルクもそれなりにあるんで、これはもう街中からツーリングまでね、マルチに飛ばせるバイクですね。いや400でこの感じなんだから、これぜひね、800とか650で乗ってみたいですね。これでも本当になんだろう、近年まれに見る快適な、なんだろうポジションのせいなのかな、すごく乗りやすい。こんな快適なバイクあるのってぐらい快適。これね、人を選ばないね。これベテランから本当に初心者まで満足できるようなバイクですね、これ。はい、ということで W400 に乗ってみました。いやもうね、超静か。あれエンジンかかってんのっていうぐらい、もうちょっとオーバーに言うとそれぐらいもう本当に静かでね、まあ、400のせいなんでしょうね。やっぱり鼓動感はそんなにないですね。逆を言えばなんかスムーズにこうトコ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 っていう行く感じなんで、まあ乗りやすいんですよ、すごく。だすごくこれね、長距離乗ってもいいと思いますし、女性とか初心者の方でも非常に扱いやすいバイクだと思いましたね。なんか W400 に乗ってますってすごい分かってる、渋いねあんたみたいな感じになると思うんで、違いが分かる男みたいなね、そういうのになりたい人はいいかもしれないですね。ということで今日は W400 のインプレをお届けしました。このチャンネルではですね、もっとバイクが楽しくなってためになるような動画を今後もアップしていきたいと思いますので、チャンネル登録してないあなた、ぜひチャンネル登録をお願いしたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。